こんにちは、ハワイ島コナです。あの先に見えるのはマジックサンズビーチでございます。例の嵐の後に来てるので荒れてますね、まだ。でも相変わらず綺麗です。今日はですね、このマジックサンズビーチの、真向かいにございます、ホワイトサンズビレッジ こちらは短期バケーションもできる、コンドミニアムでございます。こちらの、2ベッドのユニットをご紹介します。はい、今回のユニットは、3階部分でございます。この建物は、もうワンフロアあそこにあるんですけど、このユニットはここが最上階になりますね。このような感じです。結構ね、ゴージャスなドア、あとこのスクリーンドアですね。床はこのように、タイル張りになってございます。こちらが玄関入ってきてリビングです。キッチンからリビング、今回こちら家具付きでの販売だそうです。建物は1976年築で、94平米ですね。2ベッド、2バスです。こういうね、ちょっとトロピカルな家具でございます。あの先ね、左手ミラーになってるんですよね。ちょっと広く見せるためですね。このようなトロピカルな家具、こちらが全部家具付きです。このユニットは、このユニットというか、ホワイトサンズビレッジですね。短期バケレンもできます。こちらがリビングからキッチンを見たところ、そしてこの先が、ラナイと続いてございます。このようにラナイがございます。かなり広いですね。 はい、こちらがラナイでございます。ラナイはね、ちょっとこの微妙なカーペットですね、ちょっとごちゃごちゃっとしていますが、かなりたっぷりとした空間でございます。結構ね、子供たちが遊んでる声が聞こえるんですけど、このね、ホワイトサンズビレッジはコの字型にこんな感じで建物があって、真ん中にこうプールがあるんですね。非常にリゾートライクな感じでございます。短期バケレンでもなるほど人気があるのが分かりますよね。今のラナイからベッドルームでございます。こちらが、メインのベッドルームでしょう。高な広さがございます。床はこのようにフローリングになっています。この物件は家具付きでの販売だそうです。セントラルエアコンですかね。はい、ベッドルームを反対側から、建物ね、1976年築なんですよね。ちょっと天井とかもちょっと古めかしい感じがしますが、右側のね、ここはランドリーを疑ったんですが収納でした。ここのタイルはちょっと新しくなってるのかなという感じもしますね。こちらが1つ目のバスルーム、ちょっとやっぱりこの鏡とか細かいところがやっぱりリノベしていきたい感じがしますね。で、こちらはシャワーでしょうかね。ちょっとレトロな感じですよ。ね、ちょっとレトロな感じですよね。今風のモダンな感じではちょっとない感じ。はい、こちらはシャワーでございます。
で、ここにトイレがあって、これまさかトイレの向かいが、はい、ビンゴです。ここがランドリーでした。トイレの真ん前が洗濯機と乾燥機ですね。床のタイルはこれ新しいですね。あとちょっとこのミントな壁はちょっとビーチな感じで可愛いですけど、こちらが今のバスルーム。こちらにシンクがあって、右手がシャワーでございます。正面は、収納になってます。全体でね、およそ94平米ございます。この辺りはずっとタイルですね。こちらに2つ目の、バスルームがございます。お、なるほど。こちらの方は、まあ、ここもね、若干レトロな感じではありますが、バスタブがついてございます。今のバスルームの横、2つ目のベッドルームです。 2ベッドあるので結構ゆったりしてますね。94平米。ここはオフィスのように使われてますが、これデイベッドですかね。広げるとベッドになるやつ。収納が結構充実してますね。こちらからのビューは、もうここ廊下ですね。廊下と、はい、はい、またリビングに戻ってまいりました。ちょっとキッチンを見ていきましょう。キッチンはこれアップグレードされてますね。こっち側にもこれ棚があるの、いいですね。非常にあのゴージャスな、角が丸くなった大理石のカウンター、かなり大きいです。ゆったりとしていて、あ、ここにも収納になってるの、いいですね。収納力たっぷりです。キッチンの全体がこのような感じ。ちょっと細かく見ていきましょうか。床はこのようにフローリングですね。これいつリノベされたのかな、微妙ですね。ちょっとやってみましょう。微妙、違うっぽいですね。でもねだからって感じですが、うん、流しもとっても綺麗です。かっこいいですね、キッチン。このちょっとダークな色と、あとこのマーブルな感じ。電子レンジとフルオーブン。ちょっともう一回やりたくなっちゃいますね。しつこい？だからって感じですけどね。はい、違うようです。失礼いたしました。はい、このようにちょっとゴージャスな感じですね。落ち着いた感じのキッチンでございます。冷蔵庫には残念ながら、給水器はついてございませんね。はい、ここね、この物件あの収納が非常に充実してるんですよ。そこここに収納がございます。はい、というわけでこちらがですね、コナのホワイトサンズビレッジにございます。2ベッドのユニットです。すべて家具付きでの販売で、広さはおよそ94平米。建物は1976年築です。月額の管理費は、970ドル少々でございます。ペットは不可なんですが、短期バケレンができます。美しい白砂のビーチ、マジックサンズの目の前にございます。こちらの物件はですね、75万ドル、およそ日本円で9900万円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆様、良い一日を。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。